リチャード・キャリントンが描いた1859年9月1日の太陽黒点。A と B は当初強い明るい光が見えた場所で消失する前の5分間に C と D の位置まで移動した。1859年の太陽嵐とも表記される。リチャード・キャリントンによって現在記録に残る中で最も大きな太陽フレアが観測された。 1859年8月28日から9月2日まで太陽表面上に多数の太陽黒定や太陽フレアが観測されたが9月1日の正午前イギリスの天文学者リチャード・キャリントンは最大の太陽フレアを観測したこのフレアでは大規模なコロナ質量放出があり17時間で地球に直接降り注いだこのような太陽から地球への粒子の到達には 通常3日間から4日間を要するので非常に早いものだった。これは1度目のコロナ質量放出で太陽風プラズマの通り道が一掃されたため2度目のコロナ質量放出の速度が速くなったことによると考えられる。1859年9月1日、キャリントンと別のイギリス人アマチュア天文学者であるリチャード・ホジソンはそれぞれ独立に 太陽フレアを最初に観測した。ほぼ同時刻にバルフォース・チュワートによって、急転問題の磁気センサにデリンジャー現象の発生が記録されていたこと、翌日以降に磁気嵐が観測されたことから、キャリントンは太陽が原因ではないかと疑った。1859年に報告された世界中の磁気嵐の発生はエリアス・ルーミスによってまとめられ、 キャリントンとスチュワートによる観測に大いに役立った。1859年9月1日から2日にかけて、記録上最大の磁気嵐が発生した。ハワイやカリブ海沿岸島を世界中で、オーロラが観測され、ロッキー山脈では明るさのために、鉱山夫が朝と勘違いして起きて、朝食の支度を始めてしまうほどであった。アメリカ北東部でたまたま起きた人は、 オーロラの明かりで新聞を読むことができた。ヨーロッパ及び北アメリカ全土の電報システムは停止した。電信用の鉄塔は火花を発し、電報用紙は自然発火した。電源が遮断されているのに送信や受信が可能であった電報システムもあった。1859年9月3日、ボルティモアアメリカンコマーシャルアドバタイザー氏は次のように報じた。 氷床コア中に含まれる硝酸ジオ濃度の分析により直接の観測結果のない過去の大規模の太陽嵐等の発生状況を調査することができる。これは高エネルギー線によって大気上層部に窒素酸化が起きることを利用している。グリーンランドの氷床コアのデータがケネス・ g マクラッケンらによって集められこの規模の太陽嵐がほぼ500年ごとに起こっており少なくとも この5分の1の規模の太陽嵐が一世紀に何度かずつ起こっている証拠が得られた。1921年と1960年にも小規模な太陽嵐が発生し世界中で電波障害が発生したことが報告されている。ありがとうございます。